スハリマールビオン一問一答コーナー、イエーイ。背番号6番高畑志保です。15の質問に答えていきます、イエーイ。好きな背番号は8番です。サッカーを始めた時に一番最初にもらった背番号が8番だったからです。好きなゴールキーパーは山郷のぞみ選手です。好きなディフェンダーは矢野京子選手です。好きなミッドフィルダーは佐伯彩選手です。好きなフォワードは、すいません、これだけ2人、大竹亜美選手とキラ千夏選手です。マイベストイレブンは、システムが 4-3-3 と、キーパーが山郷のぞみ選手、フォーバック右から道園綾乃選手、長船かな選手、矢野京子選手、左のサイドバックが有吉沙織選手で、2ボランチで坂口瑞穂選手と三山彩選手で、トップ下に上尾延めぐみ選手、3トップが、右がキラー千夏選手、左が佐伯彩選手、ワントップじゃねえや、頂点に大竹亜美選手です。好きな服装は基本的に楽な格好が好きなので、下はスウェットとかに上がロンティーとか T シャツとか、もしくは、パンツに上がシャツ、そういう系が多いです。尊敬している選手は小野伸二選手です。こだわりは、試合前は特になんですけど、部屋の中をきれいにしたり、遠征先のホテルをきれいにして試合に向かうことです。レッドカードの経験は1回だけあって、大学時代に絶対に負けられない早慶戦という早稲田対慶応の試合の時にイエロー2枚もらって退場しました。苦い思い出です。どんなプレーができたら嬉しいか、やっぱり勝利につながるゴールだったりアシストができると嬉しいですし、特にセットプレー、ヘディングで点を決めるのが一番気持ちいいし嬉しいです。試合前のルーティーンは音楽を聴きながら補食でカステラを食べることです。一番緊張した試合は、なでしこのデビュー戦で初先発した時です。体力、メンタル、技術の中で一番大事だと思うのは技術です。技術があればプレーの幅も広がると思うし、いろんな景色を見れると思うからです。サッカーに出会えてよかったことは、たくさんの人に出会っていろんな国に行くことができて、選手としてはもちろんなんですけど、人間としても、大きく成長できたと思うので、サッカーがあってこその私の人生だと思います。エースハリマールビオン一問一答コーナー、これで終わりです。
次は副キャプテンの小池選手お願いします。心よろしく。